ということで今日から出勤1日目ということで今から出勤先のアベマタワーズに向かおうと思います。すごい、見て、アベーバッグ。じゃあちょっと今から行こうと思います。ほい、あ、よろしくお願いします。CR25 の編集長の渡辺さんです。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。こちらが CR25 が入るオフィスです。現在はリモートワークがメインのため人は少なめです。壁には渡辺さんや社員さんたちのポスターが飾られています。会社感があってめちゃめちゃオフィスらしいオフィスは見たことないのか。はい、そうか、今7畳なので僕らの。続いてはオフィスについているラウンジを紹介してもらいます。ここはなんか休憩スペース、休憩スペースです。カフェスペースとか社会の人と打ち合わせもしたりするんだけど、整ってんなぁ。でもね、はい、俺は結構雑居ビルっぽいところからこっちに来た経緯もあって、はい、あのちょっと寂しさもあるけどね。どういう寂しさですかそれは。いや、なんかさ、みんなでやるぞっていうあの泥臭さちょっとなくなる感じの大企業感のある、自分からしたらちょっと憧れるかもしれないけど、はい、そういう面はある。まあでも快適だよね。そうですね、ラウンジでめちゃくちゃ似合わないおしゃれなコーヒーを買った瞬、これまたおしゃれな軽食を固めに会議室へ向かいます。はい、ということでここが会議室ゾーンということで、めちゃめちゃ綺麗ですね。水飲み放題ですね。めっちゃいいじゃないですか。そうそう、一応1本もらっていた。あ、いいよ、もちろん。めちゃめちゃ今空いてるんですね。今空いてる。この会議室の一角をお借りし、渡辺さんから CR25 のコンセプトや方針について伺います。メディアがまだ小さいタイミングは外へのインパクトをすごい重視してやんなきゃいけないっていう考えがすごいあって、はい、ただそこで節操なく何でもやればいいっていうのも違うわけで、自分たちの根っこにあるコンセプト方針っていうのはブラッシュいけないところとしてはあるんだけど、そこを守った上ででも必死にインパクトを狙っていくっていうのが立ち上げフェーズで、自分たち的なコンセプトではこれはすごいいいと思う、でもインパクトは出なさそうみたいなの絶対あるじゃん。それはもうちょっと後にやるべきっていうのが俺の考え方なんだね。そこを俺は結構学んで、ブランドってめっちゃたくさんの人を知ってるからブランドなわけじゃん。知られてないっていうのはもうブランドを作るスタートラインスタートに立てないんだよね。なんで初めは絶対に守るところだけを決めたら、精一杯こうインパクトが出るところをどんどんやっていって知ってもらって、でその後に本当にやりたいことをやるみたいな、まあ、今のうちの YouTube チャンネルもまだまだ規模がそんなに大きくないので、まだインパクト狙いでやっていくフェーズなんだなと思ってる。続いてはこの後に行われる実際の撮影のために、内容や撮影の段取りについて渡辺さんや他の社員さんも含めて綿密な打ち合わせを行います。はい、ということで今から撮影に入るんですけども、ここが普段撮影している会議室らしくて、普通の会議室で撮ってたんですね、いつも。今から僕は佐々木剛さんっていうライターの方にインタビューするんですけども、それの原稿とかを今印刷していただきました。旬ダイアリーの動画は結構割とフランクな感じで聞きたいことを聞いてるっていう感じなんですけど、自分のチャンネルじゃない形でインタビューするっていう経験は初めてなので、普通に本当に緊張してます。 CR25 での初めての撮影ということもあり、かなり緊張している旬、台本通り進めることができるのか。仕事を発注したい企業と、仕事を受けたい個人をマッチングするサービスなんですが、今日はそのクラウドソーシングを使った稼ぎ方をテーマに、渡辺さんも加わり台本の最終確認が終了。いよいよ撮影本番です。はい、CR25 渡辺でございます。突然なんですけれども、今回ですね、CR25 に期間限定でちょっとこう勧誘してくれることになったんですね。しゅんくんを、紹介したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。続いてはゲストを迎えての撮影に挑む旬、ゲストとともに入念な打ち合わせを行い本番に移ります。皆さん、クラウドさん行っていきます。皆さん、クラウドソーシングというサービスはご存知でしょうか。クラウドソーシングとは、仕事を発注したい。もう一回いきます。めちゃ大変だね。これがあれだね、会社でやるってことだね。いろんな力が鍛えられるね。質問力とか、まあ適当に自己流でやってたのが、やっぱこういうところでなんか学べるところというかあるなっていうふうに思いました。最後に渡辺さんのソロ撮影を見学し、本日の業務は終了。はい、ということで初めての出勤が終わりました。
働く環境的にもめちゃめちゃ今自分が働いてる環境よりももちろん良くて、働いてる人たちもすごく実際に会ってみても優しい方ばっかだったので、すごく楽しいなっていうふうに思いました。でもっとちゃんと結果を残せるように頑張りたいなっていうふうに改めて思いました。もうちょっとだけ頑張ってまた明日から頑張ろうと思います。よかったらチャンネル登録と CR25 の YouTube チャンネルの方もチャンネル登録お願いします。ということで今日の動画終わりです。ありがとうございました。